市で明日7月24日から29日まで開催されるよし国際青少年祝祭の佐賀県青少年派遣事業に参加される皆さんです。今回私たちは第12回よし国際青少年祝祭で世界各国から集まる参加者と英語や韓国語でコミュニケーションを取り、お互い音楽やダンスのパフォーマンスを通して交流したり、共に生活する中で世界の中で生きるというグローバルな感覚を実感していきたいと思います。たくさんのものを見て帰ってきてください。そしてまたたくさんのものを自分にないなと思うとも感じて帰ってきてください。皆さんたちは青少年です。青少年には未来があります。今日できなかったことが明日できるかもしれない、来年はできるようになる、そう信じることができるという強さがあります。皆さんたちにとってこれからの数日間が本当に実りの多いものであることを心から期待して、私のメッセージとさせていただきます。いいものになりますよ。